ボデオモデル1889とは、イタリアの重機委員会の長であったカルロ・ボデオの名前にちなんで命名された回転式拳銃である。この拳銃は1889年から1931年に、かけ、スペインとイタリア両国の様々な企業が製造していた。ボデオは、イタリア王国の陸軍に採用され、第一次世界大戦。 戦艦機のイタリアの植民地戦争第二次世界大戦で使われた。ボデオには2種類の派生型が存在する。イタリアの銃器メーカーによって様々な相違点が作り出されたボデオは1891年イタリア王国陸軍の軍用リボルバーに採用された。このリボルバーは採用を推奨したイタリア銃器委員会の会長であるカルロ・ボデオにちなんで命名された。 グリゼンティ m 1 9 1 2徐々に代替されるまで、ボデオは、イタリア陸軍の主力拳銃の座に止まった。第二次世界大戦終了時まで、ボデオは、旧式化や予備兵器化の宣言は全く下されていない。ボデオを生産した、イタリアの銃器メーカーは、以下が確認されている。ソチェタシダー・オールジョカ・グリゼンティ、カステリー・オブ・ブレッシャ、メタラージ・カ・ブラシャナ。 そしてヴィンチェンツォ・ベルナルデリー・オブ・ガード・ネバルト・ロンピアである。第一次世界大戦中、スペインの銃器メーカーであるエロスティとラステギー・オブ・エーバーでは、イタリア政府のためにボデオを製造した。イタリア側では、この回転式拳銃にコースチャ・ディ・アグネロ、小羊の足と俗称をつけた。第二次世界大戦中、ドイツ国防軍は、ボデオを予備の銃器として利用する際に、 リボルバー680と呼称した。ロイヤルアーセナルオブブレッシャーマークボデオモデル1889は固定式フレームを持ち、6発を撃てる回転式、拳銃である。この銃の設計には2種類がある。折りたたみ式のトリガーを装備し、銃空内部が八角形状の重心を持つバージョン、そしてトリガーガードが付属し、銃空が円筒状であるバージョンである。 八角形状の重心バージョンは一般のイタリア兵士向けに生産され、円筒形状の重心バージョンは貸し換や野戦昇降向けに生産された。折りたたみ式のトリガーを持つバージョンはより多数が製造された。ボデオは簡素かつ眼鏡であるとみなされていた。多数のメーカーによってこのリボルバーが製造されたため、兵器としての品質は相当異なる。 真鍮やロー付けされた銅板といった多様な素材でフレームが作られている。重心はフレームにねじ込まれており、相談用のゲートはハンマーとを連接している。ハイサヤはロットで行う。断層を保持するための中空化された軸部にこのロットは収容されている。ハンマーブロックはトリガーが完全に引き絞られない限り、暴発を防ぐよう設計されている。ありがとうございます。